僕らが昔見ていた華やかな J リーグバブルではないっすよね西野さんが考える、はい、今サッカーファンに求める新しいその新しい客層を捕まえる策、はい、でも僕が思うんですけど、はいはい、サッカーを面白くするっていうのはやっぱ選手とか監督だけの今時代じゃないなっていうのは改めてはいはい、はい、聞きたいです 感じて、るんで、で、それこそ西野さんに、いろんなこと、を僕アドバイスが聞きたいというか。今日、あの、実はサッカー界代表してきてると思って。いやいやいやで間違ってます。僕じゃないですよ。いやいやいや。サッカー界代表して、西野さん、あの、ま、まじで言いますけど、プレッシャーかけますけど。僕、あの、選手を代表してじゃなくて、g ェーリ代表して。僕の意思に。いっや、そういえば、僕じゃないです。いやいやいや。でも、これって、あの、多分。 いろんな人が、うわそうだ、こういうアイデアがあったとか、こういうことしなくちゃいけないっていうのを待ってるんですよ。西尾さんのが近づ出るの。だって、サッカー界ってサッカー界でしか働いたことがない人たちばっかりなんで、そういうアイデアしかないですよ。やっぱ外のアイデアとか、思考っていうのがやっぱないんで、アドバイス欲しいんですよ。何に困ってるんですか、サッカー界が。ちなみに。まあ、サッカー界の現状を話しますと、 ニシオさに前ちょっと話したことがあるんですけど、もう軒並みですけど、もう僕ら選手のあの露出が減ってるんです。ああ露出、なん、はい、ですかメディアの露出メディア露出もそうですし、まああとは選手としてのこうなんていうんですかね、まあ露出というか、はい、僕らが昔見ていた華やかな J リーグバブルではないですよやっぱり今、<ー>お金の面もそうですし、まあ入場観客数もそうですし、はいはい、やっぱもう。 加工気味でですす<ー>、はい、それは何でだと思いますちなみに何、はい、なんで軒並み夜のニュースが野球のニュースしかやらないサッカー番組がどんどん減って報道に変わってきたっていうのはなんでだと思いますでいやもうシンプルに数字が取れないですよ。 あサッカーをやってもサッカーやっても、うん、テレビ放送しても数字が取れない、はい、サッカーの試合してもチケットを買ってお,お客さんが見に来てくれる環境じゃなくなったんですよへえ<ー>つまりですよ多分面白くないからなんですよ僕ら選手にも責任があるって<ー>面白いテーマですねなるほどはい でもサッカー自体の質っていうのは昔に比べて上がってきてるのは確かなんですね。日本でプレーしてる選手たちが力をつけてヨーロッパにどんどん出てって、いろんな選手たちがヨーロッパで結果を残してるのも20年前だったらなかったことが今起きてるんですサッカー自体の質は上がってるんですけど、なんでお客さんが減ってきて、国内がこんなに盛り上がってないかってところなんですね。 結構どの業界でも起きてますよね。<あ>つまりその品質と、うんはい、えっと集客が別に比例関係にないっていうあ,<ー>あるところまでは、はい、えっとクオリティを上げていったらちょうどこう集客がついてくるんだけれども、はい、もうそれ以上行くとですね、はい、そのついてこないっていうなんかありますよね。うそうなんですよね。うん、確かになんかだから、はい、おでも本当にえっ、ー、と。 <laughs> もうマシンを捉えてるなと思ったんですけどはい、はい、その面白い面白くないってむっちゃ重要ですよね<ー>お客さんにとってはいはいはいえ芸人さんとかでもそういうのってあるんですかっえむっちゃありますだって芸人さんなんなかそ、はい、それこそ もう、うんと、僕の先輩方とか、はい、もうみんな面白いですよ。はい、もうど誰と喋っても、たと、はい、え最高だし、はい、もう本ツッコミもボケも最高ですけど、はい、じゃあ集客できているかっていうと、はい、やっぱ全然その先輩方が例えば単独ライブしても、えーはい、お客さんやっぱり呼べないんで、<や>そこはまた別の理由ですよね。で,よでもそこってあれですよね、なんか。 まあそれは自分がいろんなところで僕はやっぱり集客をしなきゃいけない人間で、うん、まあ映画にしたってなんかイベントにしたって、はい、しなきゃいけないんで、えー、とあの手この手でやっぱ考えるんですけど、うんはい、やっぱ一つは絶対ここはいろんなも何年も前からビジネスショットで語っていることなんですけど <laughs>、はい、やっぱり、えっと、僕らの会社でいうと、えっと、もう6年とか7年とか前から、はい、もうチケットの売り方は、えっと、もう明らか変えていて。ですね、はいえっと 安い順番から B 席、A、席、S、席 A S スタッフになれる件でチケットを売るまあスタッフになれる件が一番高いんですけどそうするともうお客さんが一番最初に買うのはもう絶対スタッフになれる件でまあ要するにもう受信するだけではもう満足できなくなって,きていて発信したがっているっていうでこれはえとまあ何かっていうともうシンプルにもやっぱ SNS でみんないいね欲しいしフォロワー数増やしたいってなったらやっぱり。 受信信よりも発信のサグラダ・ファミリア行ってきましたっていうよりもサグラダ・ファミリア作ってますの方が当然いいねを欲しいしもらえるしフォロワー,ー数増えるしっていうことでやっぱそっちの需要は圧倒的に増えましたよね。なんかそれで言うと,えとサッカーやっぱあの見る時間が長いのかもしれないですねその,その要はお客さんがスターになれる時間そのプレーヤーになれる時間帯が,ーー間帯が、はい、はい 少なないいのかもしれないじゃあ、西尾さんが考える、はい、今、サッカーファンに求める新しい客層を捕まえる策っていったら今そういういにやります僕、はいえと、いくつか打ち手はあるなと思って、はい、例えば、あのニューヨークで、はい、えーとザライドっていうですね、はい、あの観光バスがあるんですけど、はい、その観光バスって。あの なんかむちゃくちゃゃく、まあ、作りでいうとすごく簡単なんですけど、はい、なバスの中で流れてる音楽と外のパフォーマー、はい、路上パフォーマーの動きがリンクしてるんですよ、はい、要は路上パフォーマーがこうやって踊ってたら<ー>バスの中で流れてる音楽とちょうど合うように踊ってるっていうだけなんですよ言ってしまったらそれだけなんですよ。はい、対して、はいその なんかこう技術的にはそんなすごいことじゃない、まあ、別にバスの中での音楽をですね外のパフォーマーにイヤホンで当社は別にこれリンクするわけですから大したことでもないんですけど、はい、むっちゃ楽しいんですよバスの中の音と外がリンクしてるっていうだけでむちゃくちゃ楽しくて実際、ザ・ライドって、はい、まあ今、コロナ禍はあれですけど、はい、基本的にむ,、まあ、もうむちゃくちゃ人気アトラクションというか人気観光バスになってるんですけど、はい でこれ面白いねっていうことで日本に持っていこうっていうことでそれこそ堀エモ門とですね、はい、なんか日本でザライでやろうよみたいな<ー>一回シャレでや,あのやろうっていう話だったんですね。はい、で、えー、と日本でやったら日本のやり方があるよねっていうことで、うん、例えばですね、えー、とじゃあ,、うん、あと日本武道館の前を通る時は、うん、えときは「負けないで」を流して、うん、で外で <laughs> えとランナーが走ってるシーンがありーの。 えー、レインボーブリッジ渡るときは踊る大捜査線が流れて、うん、<laughs> えと歩道で青島みたいなやつが長くこう叫んでるっていうもうただそれだけ、うん、で、えー、とこれをやろうってなった時きに、うん、まあ自分もホリエモンも,もこれをニューヨークで経験してるから、うん、もう楽しいっていうことは分かっているんですけど、うん、まあお客さんからするとそれがどれだけ楽しいかはよくわかんない。うんうんで かつですねやっぱそれをやろうと思ったらですねまずバスに乗れる人数と外のエキストラさんの、えー、とギャランティーの問題がある、うん、そうすると,、えー、とバスに乗れる人数が、まあ、2二3 0人ぐらいなんですけど大体、うん、1>, いい1人3万円ぐらい取らないと,<ー>えとペイできないんですよ、はいはい、バス代とか外のエキストラさんとかに、はい、あのギャランティーお支払いしなきゃ、はい、で得体のしれないイベントに、うん、<laughs> 3万円払, <laughs> 払うか、ね、<laughs> <laughs> でその時にえっ、ー、と自分たちがやったのは、うん まず結論払わないよよねって言ってたんですよ、はい、それ面白い面白くないの前に、うん、まずそんなよくわからないイベントに3万円払う人っていないよねっていうことで、はい、じゃあどうしようかっていうことで考えたのが、うん、えとチケットの売り方をですねチケット30枚だったんですけど、うん、えと男15枚女15枚っていう売り方したんですよただそれだけなんですよ。うん じゃ結局これ速感したんですけどやっぱそれってそこに来た男も女も多分半分異性がいてここに出会いがあるっていうその下心は確実にあって結局みんなその下心で集まってきたんですけれど結局始まってしまえばそんなこと一切なくてもう楽しんだんですよ。 やっっっぱそこてて大事だなと思ってでもワールドカップの時のサッカーは明らかそれじゃないですかそチケットの売り方とかも,、うん、でもこれを、えー、と一番やっちゃダメなのが「うん、えと出会いがあります」みたいないうふう、うん、言っちゃうわけじゃないですかあ<ー>そ,のそれはあの隠して、はい、言い訳として、うんいや「これはバスを楽しむイベントですよ」っていうふうにして。 ちゃんとその人の下心とかもやるっていう。なるほどなんか難しいイベントのチケットを売るときって大体そういう売り方しますね。へえ<ー>。それ,それってサッカーでもできそうですか。いややっぱ異性がいるっていうのは、<laughs> はい、っていうのをなんかどっかで匂わすっていうのは。はなるほどなるほど。あのそれで言うとう、はい、僕が今所属してるクラブっていうのはファン層で言うと圧倒的に。 80%男性なんですよ。はい,はい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 。で、80%男性で、なおかつ年齢は40代とかなんですよ。はい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 。はい、だから新しい、今僕ら、まあサッカー界の多分大きな悩みは新しい客層、はい、ファン層を捕まえようっていうのが多分どのチームもテーマだと思うんですよ。<laughs> はいはいはい。中には多分今西野さんがおっしゃったようなやり方で、あのカープ女子みたいなやり方で。はいはいはい。うん 例えばセレッソ大阪だったらセレジョって言われてるんですけどもう圧倒的にセレッソ大阪っていうチームはもう女の子ばっかりなんですよだから声援がすごいこうなんかこう女の子みたいな声援だったりもするしなんかこう僕たちのチームはどちらかっていうと女の子で売ってますみたいなグッズとかもそうなんですけどっていうチームもいるんですけど多分それぞれいろんな色があるんですけど僕らのチームはやっぱ新しいファン層を捕まえるんであれば20年前と同じようにファン層も年齢を取ってるんで。 これいつか新しい仕掛けしないと、はい、そうですよねどうもうこの20だ2年前にいたファンが一緒瞬年取ってるんで良いおじさんになってるじゃないですかその問題ありますよね、はい、あのファンと一緒に仕掛けなきゃいやそれありますよね、はい、なんかなのでそそういうのも大事ですよね、はい、なんか自分たちがこうエンタメするときに。はい 常にあの当然、自分と同世代の人が一番応援してくれているのは分かっているんですけれど、はい、やっぱりあの当たり前ですけど、はい、新規がいないと、ねはい、あのファンと一緒に年取っていって、うん、いずれファンの人は、はい、もう膝が悪くなってしまってみたいな問題になってくるじゃないですか。<laughs> やっぱそれはやっぱまずいんですよねなので、えー、とやっぱ僕らの場合だったらやっぱ絵本でかかったですね。あ<ー>絵本は 通るんで絶対にその子供がが、はい、ヒット絵本一発バンって作っておきゃ、はい、みんな一回そこ通るんでえ西野さんが本を作る前と作ったんだったら全然やっぱ変わりましたか、はい、そのファン層というかもう完全にファミリーですねもうはあ<ー>で,でもファミリーしかも自分たちも結構ファミリーで楽しめるものを作るっていうのはう なんか結構やりましたね。なるほどね。いやでもそれ考えるの面白いですね。新規ファンそうなんですよ。え、そう例えば絵本を作った時のきっかけっていうのは何でしょう。絵本を作った時は、はい、えっと20代からえっ、ー、と芸能界の仕事して、はい、25ぐらいでなんかもうテレビもうやめようかなって思い始めた時だったんですけど、はい、でやっぱ次世界だな世界を取るってなった時に。はい じゃあ日本人で世界取るってど,、うん、どういう攻め方があるんだろうって、うん、まず非言語のものじゃないとちょっと難しいあるいは翻訳のハードルがあの、はい、極めて低いもので、うん、あとそういうことを結構いろいろやるんですけど、はい、まあこれは何においてもそうなんですけど基本的にはえっ、ー、と もうう相手の土壌では戦わないいって絶対に負け戦みたいなことはしない一か八かの勝負もしない企画があるもの例えばスポーツでいうと体重別のものとかあれとかだとよくよく考えてみたら日本人で体重別になった瞬間に結構世界チャンピオンいるだっていうとか料理とかもやっぱり素材でそんなに差はつかないんで。 料理もちゃんと世界に出ていってるなっていうことで、はい、要はそのお金をこう100億積まれてしまうと負けるゲームは絶対やらないっていう、はい、で企画を、えーとまあ、この中でやりましょうねっていうゲームに持ち込めば、うん、ワンチャンあるなっていうことで<ー>だからそれって何かなって考えたら「はい、えと盆栽」とか<ー> <laughs> なんか <laughs> そういうでそのうちの一つがやっぱり絵本だったんですけど。はい 絵本になったらやっぱじゃあ例えばディズニーさんが絵本を作るって言っても100億円かけれないんで絵本にかけようがないんでってなってきたらこれシンプルに才能勝負だなっていうクリエーター個人の才能勝負になってくるなと思っていやそれだったら全然勝ち目あると思ってでまずは絵本で出ていこうっていうまあそういう理由で結構したたかなも <laughs> んかでも相手が あの力を出せないところで絶対やるっていう、はあ、でもなんかその今の話を聞いて例えば西野さんってやっぱりお笑いの世界にいるわけじゃないですか、はい、僕で言ったらサッカーの畑にいるじゃないですか、はい、そこから絵本って全く違う確かかに畑じゃないですかはい、はい、そこにどうやったら今の話を聞いても、はい、いろんな多分制作しながらでもそこに行き着いたっていうのがすごくて、はい、僕で言ったらじゃあサッカーでやってるけどじゃあ今から全く みんなが手を付けてないようなことをやるようなもんじゃない。考えられないですよ。でもね、これね、思ったんですよ。あの、いや、確かに。なんかこじつけて、お笑いの能力を、えっと、この絵本の方で。活かしたりとか、できんのかなと思ったんですけど。意外と全然、あの。全然なくて、結局。ですが。 ですが、確かにお笑いの能力はそんなに生きているのかっていうと全然生きてはないと思うんですけれどガッツはあるじゃないですかでもね本当そうだなと思っていてつまり、槙野さんが今、じゃ例えば今日でサッカー選手辞めますって言って明日から農家の人になっても絶対うまくいくんだろうなっていうガッツはあるんです。 サッカーの技術は確かに、はい、あの使えませんが、はい、ガッツはあるっていう。まあ、ガッツあるガッツあるじゃないですか。はい、だってガッツがないと <laughs> 今ここにいらっしゃらないわけですからな,ですよなので、はい、そう考えると安心だなと思って。あ<ー>確かにこれガッツがあったから、はい、テレビ出れる。 なれたんだなと思ので別に何をやってもななんとかるっていう感じ僕は今やってる仕事全部やめて次また何をやってもノウハウを転用することはできないかもしれないですけどガッツがあるっていうのがやっぱり一番すごいざっくりしたあれですけど今の聞いて実は僕今こうは言うものを作詞したんですよ。 もうガッツあったんでどういう流れで作詞がこ,これもおかしな話で、はい、最初あのとあるアーティストさんにドッキリ仕掛けたんですよ。はい、でとあるアーティストさんにドッキリ仕掛けて、はい、うわびっくりしましたじゃあ僕 PV いらしてくださいよっていうところからいやいや PV あの出るんだったら曲書いてよって言われて、えー、いやいやいや僕あの音楽通ってないっすみたいな。はい、いや,いやだからいいんだよって言われて。えー じゃあ曲作るからこれに歌詞はめてきてって言われてへ<ー>えーってなってそこからもうチームの移動中、はい、ホテル全部食っていたやん <laughs> でガッツがあるからねガッツあるから真面目だからねでももうお風呂入ってる時もかもう歌詞、はい、降ってきたとか言ってびしょびしょのまんまあわったりとかして <laughs> やってたんですよでそれが配信になったんですよやばそうなんですよで 言っってなかたです僕言ってなくてでも配信した時に「えっ?」みたいな「なやこの歌なかなかいいじゃん」って今ないのでいろんなマネージャーさんの力借りて書く番組にこれなんかサッカーのテーマソングで使ってくださいよみたいなことあ今やってるんですけど面白いですねだからサッカー選手現役アスリートが作詞したやつなんかいないですいや面白いですね ガッツあるんでやったんです。いやいやガッツあるとは。<laughs> いやガッツのね明るさがやっぱもうものを言いますね。最高っすね。いや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 。や <laughs> どんどんやってほしいですね。<laughs>